皆さんこんにちは、ゴールド TV です。今日は山本さんが体調不良ということで、私が、古川が進行を務めさせていただきます。お相手はいつものコモディティインテリジェンスの近藤さんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。残念ですな。はい、そうですね。女性の方がずっといいんだよね、本当はね。はい、そうでしょう。男はあんまり好きじゃねえんだよ。女の方がいいんだよ。前回とまるっきり同じことを言ってるような、おっしゃっているような気がしますよ。はい。はい。はい。では、早速入っていきたいと思います。はい。ピンは、1枚戻していただけますか？ごめんなさい。はい。はい。第2四半期の政府保有金購入が過去最高というテーマですね。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい。目次はこのようになっております。今日は、金、プラチナ、原油、あと質問コーナーと4部構成でお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。はい。それでは早速、そうですね。何て読むんでしょうか。はい。泰山ですね。泰山ですね。はい。金の箱ですね。はい。五角って言うんですかね。と言われる五角ですか。五角ですかね。言われる5つの霊山があると。ことで、陝西省の火山、湖南省の叡山、山西省の鉱山、河南省の数山ですかね。山東省の泰山。山東省は、半島みたいなところでございますね。このうち国学の筆頭と言われているのはこの泰山でございます。右の下にある、ここの なんていうか建物が一番奥にあるんですかね。そこまで遊歩道が非常に広いやつが、山の斜面に作られていますと。これが泰山でございます。標高は1514メーターですから、かなり富士山の半分ぐらいですかね。でもそれほど高い山ではないって書いてあるけどね。急峻で山頂には多くの伽藍、旧跡があると。この写真にはあまり写ってませんが、建物らしきものは一個右の方にありますかね。はい、日本の、比叡山みたいなことを想像するとちょっと違うと思いますね。平たい建物ですからね、中国の場合は。ということで、歴代皇帝が皇位についた時に天に知らせるということで、安泰を祈る儀式、法然の儀を行う場所として知られていると。秦の始皇帝も六カ国を滅ぼして中国を初めて統治した時、ここで法然の儀を行った。伝説ではその前に72名の王が法然の儀を行ったことになっているが、今、それはちょっとわからない。伝説の世界でございます。はい。泰山には、の古書にはこう書かれておりいますと。泰山はいつに天孫という天帝の孫たるを言えるなり、子孫のことですね。天帝、天の神様の子孫になる人、人の魂を祀ることを司る。ちょっと字が重複してます。東方は、万物の初めてなるところなり、山東省って中国から見れば東の方にあるわけですね。はい。家に人の命の長短を知るという、中略してまして、山頂に金の箱がありと書いてあるんですが、現在はその箱は今もないんで、どんな箱だったかはわからないんですけれども、箱があって、その中に金の玉ですね。玉って、まあ、大体翡翠のことを言うんですけどね、中国の場合。金よりも玉の方が上なんでしょうね。玉の札が入っており、ということで、翡翠の札が入っ札っていうのは柵ですから、はい、なんですかね。まあ、ノリトみたいなものですかね、入っていると。はい、でも、玉で作ることはどうやって作るんだろうよくわかりませんが。うん、はい。まあ、平たくすることはできるでしょうね、玉。つまり翡翠はですね。というようなことでございましょう。はい。ありがとうございます。はい。では、早速、次は、日本の金価格からお願いいたします。はい、この金は787878ですね。これが、まあ、21日の価格になってますが、金曜日の終値でございますね。まあ、ここに書いてあると、8160円に4月になった1106円に6月になって、
11月に8000円、3回8000円台がありますけれども、もうちょっと8000円台っていうのはもうちょっとありますけども、いずれにしても3つの山と、それから最近は直近はちょっとへっこんできて7878、7878になってますということでございます。はい、ありがよいとうごしざいます。次、ニューヨークのょ。金価格です。はい。ニューヨークの方は、2000ドルになったのが、過去最高は去年の2020年の8月ですけれども、一昨年2020年ですね、の8月ですが、それから2078ドルって今年の6月になってますが、現在は1754ドルまで下がってます。11月15日は1791ドルだったんですが、またドル高になってまして、少し金は安くなっていますとい1800うことドでルす近くね。まで一回戻したんですけれどね。またちょっと、そうですね。はい。そうですね。1700ドルにへこんできましたと。はい。基本的にはドル高で説明はできると思うんですけどね。やっぱり金利が上がってるってことはドルが強くなるってことでございまして、ドルが高くなると金は安くなると。こういうパターンになるかと思います。はい。はい。前回話しましたけど、ちょっと CPI が7.7%になって、10月の CPI が7.7%で、まあ8%を下回ったんで、少し、インフレが収まったかということで、金利利上げがなくなるかと言われたんですが、どこか原油のところでお話しますけれども、地方の FRB の理事が、2人が来年5%以上、5.5%ぐらいになるよと、その辺まで行くよと言ってますので、また利上げが復活していると。利上げムードが復活しているというのは現状でございます。まあ、それでちょっと下がってるということですね。そうですね。ドルが高くなって金が安くなるということでございますね。ありがとうございます。今日のメインテーマ、第3四半期の中央銀行の金購入量は400トンに達し、過去最高の四半期となったということですね。そうですね。いわゆる中央銀行が準備資産として外貨準備で、また普通はドルなんかを持つんですけれども、金も保有していまして、外貨準備の一環として持ってるんです。まあ、ロシアとか中国は自国で出てきた、産金ですね。金の生産を全部外貨に入れてますから、外貨準備に入れてますから、自然と増えるんですけれども、それとは別に、後で申し上げます。国が、下の方に書いてある、ウズベキスタンが44トン、イラクの34トン、インドの24トン、カタールが20トンと。こういった国が第三四半期にこれだけでも100トン以上になりますから、まあ400トンですからね、相当大きいですね。ということで、過去最高の伸びになったと。やっぱり、政府が、金が、他のものではなく、資産として残すのに、例えば株価とかですね、どっかの、株を残すことはありえないですね、外貨金ではですね。だけど、金はあり得るということで、それだけ金は、だって他の資産よりも、まあ、信頼が厚いということが言えるんじゃないでしょうか。ここにずらっと書いてあります。1番から、米国が8133トン、これはもう、1972年までから変わってませんね。1971年の8月ですか。に、大統領、ニクソン大統領は、金を35ドルと交換するということを停止したわけですね。そこから、金は不利になってまして、金価格っていうのは今7100、あれだ、1700、7878でしたね。1778、7878。ドルベースでは、あ、ドルベースで、1000、そうですね、はい。50ぐらいですね、はい。そうですね。になって、まあ、35ドルから、まあ、1971年に35ドルだったんですね。35ドルで、売ったり買ったりできたんですけれども、一定価格だったんですが、そこからスミソニアンということで、金が、不利になりまして、今は35ドルから1700ドルまで何倍かちょっと今、計算できませんが、相当な値上がりになってますということですね。はい。
で、なぜアメリカがそんな、前は2万トン持ってたんですね。大体アメリカは2万トン、戦前は2万トン持ってたんですけれども、ですから、第二次世界大戦が終わった時に、米国が圧倒的に、経済が強くて、他の国が米国を中心にドルが35ドルと交換できるということで、世界中にドルが、それまではポンドだったりですね。他の通貨だったんですけれども、ポンドからドルに切り替わったわけですね。世界の貿易がですね。ポンドで決済する人は今いないでしょうね。人民元で決済する人はいるでしょうけどね。まあ、移り変わとっいてうるんこですとね、で、それだけ。そうですね。ドイツなんか2.5トンマイナスになってます。これは貨幣、コインにしたわけですね。金塊からコインに鋳造し直したんで減ってるということで、フランスなんかも同じですね。トルコは単純に売ったんですね。お金がなくて売ったんですね。ということでございます。日本は8.46か、今。8.46トンですね。日本は8位になった。前7位だったんですが、ロシアと中国に抜かれたんですね。6位だったのかな。まあ、とにかく、今は9位で、今は8位でございます。はい。ということで、こういうふうにいっぱい国がだらだらと書いてありますので、まあ、よろしければ、3ヶ月ごとに、ワールドゴルフカウンシルが、統計を出しております。こちらの資料もダウンロードできるので。はい、よろしければ。ダウンロードしていただければと思います。こ次れに、は、はい、どうぞ。ごめんなさい。次に、地域別の保有量ですね。そうですね。ということで言いました、トルコは31トン買ったんですね。ああ、おかしいな。さっき31トン買ったと思った。31トン買ったんですね。で、ウズベキスタンは、トルコが買ったのは、要するにトルコリラっていうのがものすごく減価しまして、トルコリラで、例えば、新国有財産を持ってると、どんどん、国有財産が減っちゃうわけですね。従って、ドルに直すんだけど、ドルは気に食わないと。ということで、金に直してるってことですね。外貨準備を、中国やロシアもそうですけど、ドルも持ちたくないと、いうことで、トルコなんかも同じで増えてますと。ウズベキスタンも増えましたと。インドも同じように、政府、インドの国民はもうお金を貯めるってことは、金を貯めることはイコールになってますけれども、政府も、徐々に、保有金を増やしてますと。今、日本を抜いて、まだ抜いてないか。上のだったかな。ということでございます。で、売った方はカザフスタンと UAE、マルタ。まあ、米国なんかはコインに直したわけですから、別に、関係ないんですけど、ということでございます。と。この左の図は、誰が持ってますかと、国、政府ですね。やっぱり西洋と北米が大きい。からまあ、アジアは、この紫色ですね。紫色がアジアで、南アジアはここですね。から、中央アジア、東南アジアが赤いところ。ラテンアメリカは緑色のところですね。そういうような面で表すと、こういうふうな割合になってますと。やっぱり西欧北米が多いですね。そうですね。やっぱり、今度また、明日、月曜日ですけど、週刊文春から取材の依頼が来まして、週刊文春、あれ、小学館で出してるんですな。あ、そ週うなんで刊すか。文春じゃなくて、ポストだった。ごめんなさい。週刊ポスト。週刊ポストにこの金の話をしてくれっつんで、月曜日に来ますけど、楽しみですね。神保町にあるんですな。神保町にあって、来週、再来週ぐらいに出るやつで、私の、コメントが載りますので、楽まあ、しみにしております。なんなら配りますかね、たくさん書いてね。次の話、別の話ですね、これは。スイスからの金融輸入は中国とトルコに向けて、金融室ね。金、輸あ、出。ごめんなさい。スイスからの力金輸融出。輸出は中国とトルコに向けは好調。で、インド向けは減少ということですね。そうですね、ロイターの記事でございます。10月のスイスの金融輸出は中国とトルコ向けが、好調を維持したけど、インド向けは出荷が減少したと。
スイスは世界最大の金の生成輸送拠点であり、その豊かな世界の市場動向がわかる。ここ数ヶ月、欧米の投資家が金を売って価格を押し下げ、アジアでの需要を押し上げたため、金は、西洋から東、つまりアジアへ移っていると。ということでございます。はい。これはロイターの記事ですね。はい。ということで、まあ、インドは減ったのは特に理由はないと思いますが、まあ、スイスから買うのが少なかったってことは、ということですね。特に意味はないと思います。はい。次にアジアの金、インドのディーラーは値引きを深め、中国のプレミアムは後退。バイヤー値引きっ不ていう敗なか、説。はい。うん。値引きっていうか、ヨーロッパの価格、ロンドン LP、LP、ロンドンメタルブリオン、LPB、はい。ですね。価格と、インドの国内価格、先物価格の差がプレミアムというんですけど、はい、プレはい。ミアムが、インドの方は、小さくなって、つまりちょっと売れ行きが悪いんでしょうね。ということで、中国の方は逆に、中国のプレミアムは後退しているということは、安くなっているということですね。同じですな、これは。中国のプレミアムは8から25ドルに下落したということですから、需要が若干落ちてるってことでしょうね。縮小してるということですかね。そうですね。先週も言いました。中国の場合は新型コロナの、また、封鎖があるかってことですね。まあ、ディズニーランドに入ったら出れなくなっちゃうという話が何回も出てますから、こういったことで消費が、停滞するということが今、中国の最大の問題ですね。ゼロコロナっていうのはいいことかどうか。なかなかゼロにならないんですね。日本もそうですけどね。ということでございますと。これは特にそれ、特にまページあ、あにんもまりつながってますよ。そうですはか。い、はい。中国のプレミアムは12ドルから8ドルに下がってますよと。下げないと売れないってことですから、まあ、ただまあ、旧正月は来年にありますから、その前にですね、売れますから、まあ、それほど心配したことではありませんが、ということでございます。前はプレミアム45ドルまで行ったんだけど、30ドルか今25ドルまで下がってるってことですね。ということでございまして、まあ、あんまり金の場合は一喜一憂してもしょうがないです。まあ他の商品もそうですけどね。そんなに価格が下がったとか上がったとか言って、右往左往してもしょうがないんですよ。下がったらまた上がるし、上がれば下がるしって話ですね。株価がちょっと持ち直してきて、またちょっと下がってますけど、行ったり来たりしてますので、大暴落ってのはないですから、大暴落すると金の価格が上がるんですけれども、そういったことがなければ金の価格も横ばいというか、あんまり、一喜一憂してもしょうがない状況は続くでしょう。とですね。はい。最後のそういっページでた。すね。はい。最後のページはよろし、大丈夫ですか？大丈夫ですね。まあ、大体、プレミじアムゃあ、がご覧いた上だでけれすばと。と思います。では、金を終わりにしたいと思います。ご質問等あれば、YouTube のコメント欄に、書き込んでいただければと思います。よろしくお願いいたしおま願いします。す。第2部ではプラチナをお送りいたします。引き続きご覧ください。それでは、し失くお礼い願いたしします。ます。